こんにちは、上田元井です。今回はですね、このチャンネルの視聴者さんからいただいた、ご質問にお答えしたいと思います。知能さんという男性の方ですね。年上の彼女が僕と付き合う前に男遊びをしてセフレを多く作っていたみたいです。また高校生の時にはおじさんと付き合ってたとも言われました。彼女のことは好きですが気になってしまい悩んでいます、というご相談です。今とってもね、辛い思い、されていると思うんですけれど、僕はですね、逆にチャンスなんじゃないかなと思うんですよね。この知能さんと彼女が深い心のつながりを作るチャンスだと思うんですよね。とってもいい出会いだったんじゃないかなと思います。男性はですね、彼女のね、その過去どういうね恋愛をしてきたかによってこう未来をね、想像したがるんですよね。過去のデータに基づいて過去は大丈夫だから、未来は大丈夫だろうみたいなね、考え方、まあ非常に合理的ではあるんですけれど、それがですね、当たらない場合も結構あるんですよね。まあ仕事とかね、その学校の勉強とかだったら、まあ合理的に考えてやることによってね、うまくいくってこともあると思うんだけれども、どうしてその彼女の過去から未来を推測したとしても外れることも多いかというとですね、これは心が関わっているんですよね。女性の心が関わっているので、過去が、まあ、どんな恋愛をしてきたかによって、それによって未来も一緒だということが当てはまらないことが多いんですよね。例えばですよ、過去にまあ遊んでなかったとしてもですよ、今のそのお付き合いがうまくいってないことによって、その後のね恋愛がうまくいかなくなったりとかね、こう遊ばれてしまうっていう場合もあるんですよね。だからどっちがいいというのは一概に言えないんだけれども、まあどちらかというとですね、過去にこういったまあ、男遊びっていうのもちょっと捉え方がね、よくはないと思うんだけれど、まあ、しっかりとしたその心のつながりのない恋愛をした女性っていうのはやっぱりこう愛に飢えているケースが非常に多いので、そこでこの知能さんと彼女がですね、きちんとこう心を、まあ通わせることができればですね、深い深いこういい関係がね、築けるんじゃないかなと思うんですよね。こういう女性ほどですね、まあ、遊んできたみたいな風にこう書かれてはいるんだけれども、こういった女性ほどですね、一人の男性からしっかりと愛されたいという気持ちがね、強い場合が多いんですよ。ですからこの知能さんは今悩んでらっしゃるんだけれど、彼女にとっての心の支えになればいいんですよね。そういう居場所を作ってあげられれば、彼女は知能さんから離れていけなくなるんじゃないかなと思うんですよね。男の浮気とですね、女性の浮気っていうのはちょっとこう質が違ってですね、男性の場合はですね、まあ、彼女であったりとか、奥さんがいて、その関係がうまくいっていたとしてもですね、こう性的な欲求を抑えられなくて、まあ、浮気をしてしまうっていう場合が男の人はあるんですよね。これっていうのはね、なかなかこう止めるのが難しいので、まあ、せめてこう相手にこう罪悪感を感じさせることを日頃からやるぐらいしかできないんですけれど、対策としてはね。ただ女性の場合っていうのはこうセックスがしたいから浮気するっていうよりかはですね、心のつながりが、破綻している、心のそのつながりが、できていないことによって浮気をしてしまったりとか、あるいは、まあ、彼氏とか、旦那さんがいないっていう場合はですね、何かこう寂しい思いをしたとか、過去に恋愛がうまくいかなくなったことによって
って、その一時的なこう寂しさ、自分の気持ちのやり場がなくてですね、その寂しさを埋めるために体の関係を持ってしまうみたいなことがあるんですよね。ですから、遊びたくてとかね、セックスがしたくてということは女性の場合ってあんまり考えにくいんですよ。女性はそういうふうに自分自身でね、なんか私、性欲が強いのかしらみたいな思ってしまう人もいるんだけれど、こうカウンセリングを長い間続けているとですね、まあ、そういう時期があったんだけれど、しっかりとしたこう男性との関係、例えば、まあ、本当に信頼できる男性と出会って、まあ、恋愛をしたとかね、結婚をしてご主人との関係がうまくいっているっていった場合にですね、性欲はですねそれほどこうなくなってくる、別になんかこうセックスがなくても、愛されているなみたいな感覚になって、あまりこうそういう欲求が湧いてこなくなるっていう女性もたくさんいらっしゃるんですよね。男性の場合っていうのはですねそういうことはなくて、相手との関係がうまくいったとしてもその性的な魅力を感じて他の女性にね、体の関係をこう求めてしまうっていう場合があるんだけれど、まあ、そういったところがですね男性と女性の違いなんですよね。ですから、この千代さんが今心配されているようにですね、またなんかこう同じことがあるんじゃないかっていうふうにね、不安になるとは思うんだけれど、これっていうのはですね千乃さんがこれから彼女とどういうお付き合いをしていくかによって変わってくると思うんですよね。千乃さんが本当に彼女のことを理解してあげて、彼女にね寄り添ってあげて、で彼女にとって本当にこう信頼できる私の居場所だというふうに彼女が思ったとしたら、他の男性に行くっていうことはねなかなかできないですよ。女性はそのしっかりとしたね関係が心のつながりができた場合に他の男性に行くっていうことがなかなかできないので、まあ、そういった部分では今はこう千乃さんにとってすごくいい出会いだったなと思うし、すごくねいいこう心のつながりがねできるいいチャンスだと思うんですよね。本当にこう千乃さん次第ですよ。千乃さんが彼女のことを疑ってそれをね彼女の方にこう浮気しないでねとか束縛してしまったりとかすると、もっともっとこう彼女の気持ち、まあ、居場所がなくなってしまうので、他の男性に行ってしまう可能性も出てきてしまうからね、まあ、過去のことはこれはもう彼女が別にそのセックスがしたくてね浮気したとか、男遊びをしてたとか僕はそうではないと思うんですよね。だからそこはですね、まあ、仕方がなかったんだと、そういう何かこう心に、まあ、寂しさがあってですね、そうついついそういう風になってしまったんだと、まあ、それは仕方がないことだから、そこを別に自分の方からこう触れずにね、彼女は何かこう話したいとか言ってきたんだったら聞いて徹底的にね聞いてあげればいいけれど、まあそういう過去があったということは、やっぱり心のこうつながりをね求めているんだなっていうふうに受け止めてあげた方がいいと思うんですよね。だから自分はその彼女が何か困ったことがあったりとかね、何か話したいことがあったら徹底的にねこう聞いてあげたりとか、彼女に寄り添ってあげるっていう姿勢でお付き合いしていくんだっていうふうに決めたらいいと思うんですよね。それを徹底的に続けていけばですね、すごくいい関係を築けると思うんですよ。彼女がこういろんな男性とね男遊び、まあ、男遊びっていうかこう浅い関係を、持ってしまった時っていうのはですね、やっぱりこうすごく寂しい気持ちになったと思うんですよね。そういう表面的な関わりしかしてなかったっていうことは、やっぱり愛された実感ってあんまりないと思うんですよね。男性にこう大切にされたっていう実感もないと思うし、まあその男性側もですね大切にしようって多分思ってなかったと思うんだよね。だからそういう経験がね少ないっていうことは、逆に千乃さんがそういう経験をさせてあげればですね、なんかすごくね感謝されるんじゃないかなと思うんですよね。千乃さんと出会えてよかったなっていうふうにおそらく思ってもらえると思うので、今ねとても辛いとは思うんだけれど、この出会いをこうネガティブに捉えるんじゃなくて、今までね彼女に対して大切にする男がいなかったんだったら、自分がそういう
存在に、なればいいだけなので、それってすごくチャンスですよね。だって今までそういう男性がいなかったわけだから、自分がそういうふうになればですね、いい関係を築きやすいわけですからね。ですからネガティブに捉えるのではなくて、今までね、まあ、彼女が辛い思いをしてきたんだから、自分はこの世界で一番ね、彼女にとって良い理解者でありね、何かあった時に何でも話せるようなね、受け止めてあげられるようなそういった、環境を作っていこうというふうに、まあ、捉えたらいいんじゃないかなと思います。